まるちゃんのサバイバルスペイン語講座始まるよ。こんにちは、まるちゃんです。こちらスペインをマラカからお送りするサバイバルスペイン語講座、今日もどうぞよろしくお願いいたします。今日のテーマはですね、マリスコス、こちらシーフードをね、これをご紹介してまいりたいと思いますよ。こちらね、まるちゃんのサバスペ講座では、私のね、日々のね、スペインでのね、経験をもとに、簡単で必ず通じるスペイン語、あとね、楽しくレアなスペイン情報なんかをね、どんどんお届けしておりますのでね、ぜひチャンネル登録をしていただいてね、皆さんもこれからね、スペインのね、夢に向けて、私と一緒にね、一緒にお勉強していただければ嬉しいです。あとね、もうスペインなんか興味ないわっていう人にもですね、もう関係なくね、もう意味もなくね、お届けしておりますのでね、スペインの魅力ね、どん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 お届けしております。ぜひね、最後までご覧になってみてくださいね。今日ね、冒頭で申し上げましたようにですね、シーフードマリスコスをね、ご紹介したいと思います。こちらね、スペイン人の大好物ね、これクリスマスの食卓にはね、必ずね、出てくるエビちゃんなんかね、ありますのでね、ちょっとね、皆さんね、一緒にね、お勉強してまいりましょう。ぜひ一緒にね、魚屋さん行ってみましょうね。とってもここで喋ってるだけなんですけどね、参りましょう。今日ね、私ね、せっかくですからね、眉毛をエビのように描いてみましたよ。いかがでしょうか。じゃあ参りましょう。で、エビはね、ガンバ、ガンバと言いますよ。で、ガンバ、これはまあ基本のガンバ、エビなんですけど、これね、こちらのね、なんか魚屋さん行きますよね、茹でて売ってあるとこ結構多いんですよ。茹でてから冷凍にしてあったりとか、もう茹でたままで売ってるとか、そういうところは結構多いです。でね、このガンバちゃんね、これだから赤いんですよ。だからちょっとオレンジ色とかになってますので、もともとは違いますよ。そういう色ではないんですけども、茹でて売られてる場合が多いです。でね、ガンバサラアヒージョってね、ガンバサルピルピルね、日本の方がお好きなピル、アヒージョ、あれになさる場合は生を皮われて、殻を取ってね、調理なさるといいと思います。これ茹でたやつね、使っちゃうともうくねちっちゃくなっちゃいますからね、お気をつけくださいね。で、まあこれはガンバサル、ガンバス、ガンバ、ガンバということでございますね。こちらエビちゃん。でね、これもうちょっとね、大きいのがいいなっていう場合はです、これはランゴスティーノっていうのをね、探してみてください。ランゴスティーノ。これだとね、もう本当にね、かなり大きめになりましてですね、食べ応えもありますのでね、まあ一人当たりそうですね、5、6匹もあればもうお腹いっぱいになるんじゃないかなと思いますよ。でね、これランゴスティーノもね、これも茹でて売ってる場合が多いんですけども、まあこうレモンかけて、まあちょっともう一度茹で直すとか、あと私はね、フライパンで、ちょっとフライパンでいいと思いますよ。まあこういうプランチャーってちょっとこう線がついてるようなグリルできるようなのがあればね、いいと思うんですけど、そういうのでちょっと焼いてね、最近ちょっとハマってるのがね、シラントログラノと言いましてね、コリアンダーの種になるのかな、それとですね、あと中国のね、ファイブスパイスっていうのがあるんですよ。5つなんか中華用のね、スパイスが混ざったもの、それをこう上からね、お塩と振りかけましてですね、オリーブオイルで炒めて、オリーブオイルの時もあるし、あとごま油をね、ちょっと垂らしたりしてね、食べるとね、これ本当美味しくて、もう頭も全部、もう足から殻まで全部食べられちゃうっていうね、感じでね、ちょっと今、はい、ハマっておりますよ。これね、安いエビちゃんが入った時だけに限りますけれどもね。で、これがまあ、ランゴスティーノという感じになりますね。次にですね、カラビネーロ、カラビネーロ、これは、ね、赤いエビなんですよ。赤い車エビ、すんごい赤いんです。これ、ちょっと見た目がね、あんまり赤いんで、ちょっと私は食べたことないんですけど、カラビネーロ、これもね、よく聞くエビになりますね。あと、ガンボン、これもね、大きいエビっていう意味なんですけど、ちょっと大きめのエビ、これをガンボンと言いますね。あと日本のこう伊勢エビみたいなやつですか、あれはね、ランゴスタっていうのがね、いましてね、まあこういう、要はいろんな、こういう伊勢エビでしょ、こういうなんかこんなも、こんな触角がこんな長いやつね、これがランゴスタと言います。あとね、これもまあランゴスタっていうのもロブスターの一種なんですけど、こういうふうにハサミがすんごいこんなでっかいのいますよね、まあ、洋風のこうロブスター、あれはね、ボガバンテ、ボガバンテというふうに呼びますね。で、これなんかパエリアにね、ボーッと入れたりするようなね、太っ腹のお店もありますけどね、これはまあ食べ応えありますよね。これはボガバンテと言いますね。あと逆にすんごいちっちゃいのね、日本でなんて言うんでしたっけ、ちっちゃいちっちゃいエビね、桜エビみたいなやつですか、あれはね、カマロン、カマロンと言いますね。で、これね、スーパーとか行きますとね、最近はもう便利ですからね、こうちょっともう調理してやって、調理というかちょっと揚げてあるね、トルティータでカマロン、トルティータでカマロンとも言いますけど、かき揚げみたいになってるわけですよ。ちょっと天ぷらっぽくなってて、それをね、こう油で揚げなくてもちょっとオーブンでね、焼いてね、それをお蕎麦にね、乗っけて食べたりするとね、もうあれですよ、特製のね、かき揚げそば
ができるということでございます。でこれカマロンと言います。でね、こちらでね、フラメンコ歌手で有名なカマロンさんってね、まあいわゆるフラメンコ歌手界のマラドーナぐらいの感じでしょうか。そういう方がいらっしゃいますけど、あとねシガラさんという方もいらっしゃいます。でこのシガラっていうのもね、これはあのエビ類で、これはあの、ヨーロッパ赤座エビと呼ばれるエビになります。だからそのシガラさんというフラメンコ歌手はヨーロッパ赤座エビ、フラメンコ歌手ということになりますでしょうか。あとね、本当にザリガニ、あのカングレホデルリオっていうね、本当のあのね、昔子供の頃ね、あの池や川で取ったようなザリガニを食べるということもございますよ。で次にね、カニに行きましょう。カニさんね、これはねネコラっていうね、まあ、ちょっとこうこういう感じむにゅっとした感じのカニ、これネコラというカニがありますね。あとあの日本のこう、タラバガニですか、あの小足が長いやつ、ああいうのはねちょっと全身では私残念ながら見たことありませんけれども、その足の部分だけをちょっとこう輪ゴムかなんかで縛って売ってるっていうのはね、あの市場とかあのスーパーの魚売り場でね見かけたことはありますね。まあこれからちょっと、まあ、クリスマスの時期だから、少しはね出てくるのかもしれませんね。あともうこちらのタコね、これ美味しいですね。これはあのガリシアのねプルポアラガジェガっていうのがあるんですけど、ガリシャのゆでだこね、これ美味しいんです。こういうちょっとね木のねこういうまんまるお皿にね、ちょっとこうゆでたタコをスライスしましてですね、たっぷりのオリーブオイルとちょっと粗塩と、パプリカね、あのちょっとピカンピカンってちょっと辛みのある、パプリカ赤いねあれをスパイスをかけて食べるんですけど、これは本当にね美味しいんです。これ柔らかくて美味しいです。このねどうやったらそういう風に柔らかくなるのかなってね思うんですが、あれはなんかちょっと締め方にねなんか独特なね技術があるようで、それによってねその柔らかさが変わってくるようですよ。本当美味しいんです。ちょっとね一度試してみてください。でね、できればあのアルバニーによっていうねちょっとガリシア地方の白ワインなんかと一緒にね召し上がるといいと思いますよ。これタコね、あとイカもございます。これカラマル、これはあのヤリイカっていうんですかね、ヤリイカで、これあの輪切りにしてね、フライにしてマドリッドあたりだとそれをパンに挟んで食べたりねするようですね。これあのなんかイカのフライだわなんてね、あの喜んで食べると玉ねぎのフライだったりすることもありますね。それ気をつけてくださいね。次にそのイコウイカっていうのもあります。ちょっと体がこう丸い感じのイカ、コウイカ、あれはね、セピアと言います。セピア、これがコウイカになりますね。次あの貝類参りましょうか。貝類ね、こちらやっぱあのスペインですからパエリアね、パエジャ、こちらに必ずちょっとこう上の方にね乗っかってるのありますけど、あれはメヒジョンと言います。これメヒジョンですね。でこれねあの私ガリシアの方にですね、ちょっとこっちスペインからねこうバスでねこう上がってくるようなツアーにね、昔本当に昔に、ね、参加したことがあります。でね、そこでガリシアのねあるもう港町ねでね、あのそこからのそのメヒジョンのね、メヒジョンですの養殖場がありましてですね、そこにあの船でね行きまして、その養殖場をちょっと眺めて、そこのね船の上でね白ワイン飲み放題、あとねメヒジョンネス食べ放題っていうねあのツアーがあったんで、それに参加いたしました。でね、そのバスツアーね、アンダルシアの人とずっと行くわけですから、その船の上でねなぜかわからないけどセビジャーナスを踊ったりね、そのねあのムール貝がですねバケツでサービスされますから、バケツでポンと目の前に置かれるわけですよ。もう嬉しくて、もう日もね当たるの、日のもう日差しも強いし、白いもガンガン飲むし、非常にですね食べるでね、後日高熱を出したというね思い出がございますよ。でこれがねメヒジョンですね。あとこの辺ではねあのあれです、コンチャフィナって言いましてね、これ多分赤貝だと思うんでしょう。お寿司で出てくる赤貝、あれをねこう生でいただくんですけど、それねこうちょっとこうお兄さんが開いてくれて、でレモン絞って塩コショウでいただくっていうね、これコンチャフィナっていうのがあります。でこれ体の調子がいい時にね、必ずこれ生ですからね、体の調子がいい時に試していただければいいと思います。ちょっと夏場なんかねちょっと怖いかなっていう気はするんですけども、これも美味しいですよ。あと小さめの貝になりますとアルメハス、これアサリとか、あとこの辺だとねコキーナスって言いましてね、ちょっとそのアサリがちょっと長くなった背伸びしたような感じの貝がありまして、まあ、こういうちっちゃい貝をやっぱり白ワインで蒸したりとかして、パセリとあとニンニクね、たっぷりねニンニクと一緒に調理しているのがね美味しい、おすすめだということですよ。これも美味しいですよ。
これがね、一皿あればもう白ワン一本ぐらいいっちゃうかなっていう感じになりますね。これどんどんいかないとまたね、時間があれ押してますよ。次、ホタテ。これはビエイラ。ビエイラと言いますね。これビエイラ、これで、ビエイラだけで買うとね、かなりいいお値段しますんでね。最近ちょっと便利になりましてね、スーパーの冷凍コーナーに行きますとね、そのビエイラのこのお皿にですね、まあ、もちろんビエイラね、ホタテも入ってるんですけど、それをグラタンみたいにしてね、冷凍してあるんです。で、それオーブンでね、オーブンで焼いて、そうするともう立派なね、前菜になります。これおすすめですよ。これビエイラ。あとね、サンティアゴでコンポセラ、カミーノでサンティアゴね、っていう巡礼があるんですよ。スペインの北の方にですね。これでこの人たちがね、この貝のホタテのね、貝殻をね、つけて、こう、杖につけたりとか、リュックにつけたりしてね、歩いてるっていうの、これはあれでシンボルね。その四国88カ所のシンボルということになってます。サンティアゴでコンポステラね。こちらの、ね、カミノでサンティアゴのシンボルになっておりますよ。あと次ですね、マテガイ。これね、大好きなんですよ。これマテガイってちょっとこう長いね、何でしょう、ボールペンみたいな長いね、形の貝なんですけど、これ砂浜からこう、ニョキニョキニョキって忍術っていう感じでね、出てくるらしいんですけど、これをね、美味しくね、こう出してくれるお店がありましてね、でそこのお兄さんがね、あれなんです、マジンガー Z の歌をね、歌ってくれるっていうサービスもあるんですよ。でね、ある時ね、まあ、じゃあ日本帰るよ、なさ、はい、じゃあなんかあの子が昔マジンガー Z の歌ね、歌ってたからね、ちょっとお人形でも買っててあげようかな、なんて言ってね、思ってたんですけど、ちょっと忘れちゃって。でマジンガー Z のお人形なんてありませんよ、もう今ね、日本で。で、その次にね、そこのバルに行った時に、ごめんね、マジンガー Z なかったの、って言ったら、いいのいいの、今はもう浜崎あゆみにハマってるからってね、言われたっていうね、思い出がございますよ。どういうことなんでしょうかね。で、次にオーストラ。これはね、牡蠣ですね。牡蠣なんかもございます。で、牡蠣をこれやっぱり生でね、レモン絞って食べるっていう感じでしょうか。あとね、エリソっていう、これウニもありますけど、まあ、こちらで、ね、マラガのウニなんかまだまだちっちゃいんですけど、ガリシャの方行くとね、美味しいウニがあるようです。これ、エリソデマールっていうんですけど、エリソでも通じるんですけどね、動物のハリネズミちゃん、あれもエリソっていうんですよ。それと区別するためにね、エリソデマールというふうに呼ばれています。あとね、番外編としましてはね、あれです。こっちね、あれ食べるんですよ、カタツムリ。で、フランスのね、エスカルゴとかいうね、ちょっと洒落た感じではございません。でも、カタツムリがね、もう、こう、いっぱい、こう、煮込んであるっていう感じのお料理があるんです。で、これね、カラマルじゃない、カラコルって言うんですけど、カタツムリなんでね、これはまあ勇気のある方はね、試してみられるといいかもしれませんね。あとね、これからね、アングラっていうね、うなぎの稚魚なんかもね、クリスマスのね、テーブルによく出るんですけど、これはアヒージョみたいにして食べるんですけど、これ、私が今まで食べたアングラはね、多分こうすり身っていうんですか、かまぼこみたいにして作った偽物だったと思います。なかなかね、うなぎの稚魚なんか手に入りませんよ。で、それをアングラってね、アングラでノルテとか言ってね、よくコマーシャルやってます。それもまあまあね、美味しいんでね、ちょっとサラダと一緒に召し上がるとかね、そういう風にしても、ほうれん草と合うかもしれませんね。ほうれん草の上にちょっとあったかいその油でね、アングラ炒めたやつをパッとかけて食べるとか、そういうね、方法もあるかもしれませんね。で、今日こんな感じでね、いろいろちょっと時間がね、もうあれ押してますのでね、いくつか残ってますけどね、またそれをね、いつか機会がありましたらね、お伝えしたいと思いますよ。また次回もね、サバイバルで楽しいスペイン語をお勉強してまいりましょう。それではね、あとチャンネル登録、高評価ボタン、コメントなんかもね、お待ちしております。ぜひよろしくお願いいたします。それではまたこちらマラガでお会いいたしましょう。さよなら、アディオス、ハスタルゴー。